まあ、いろんなあの場面で賃貸住宅というものに接していらっしゃると思うんですけど、なんかそこでのこうお考えみたいなものってありますか？賃貸っていうのは、うん、まあ、よく言われることですけど、あの人生のある、うん、あるフェーズに対して、うん、作り手としては、うん、こうフォーカスをして考えることができるものなんで、うん、つまり40年50年同じ人が同じ場所に住むというよりは、うん、あの例えばシェアハウスなんか典型的ですけど、うんうんうん、そういうあの一定のに必要なんだけれども買うとなんていうんですか、所有するっていう重さのない空間が世の中にあることの意味っていうのは、うん、まあ、結構あって、うん、であんまり保守的にならずに住む世界なんですよね、うんうん、だからいわゆるそのデザイン的なチャレンジみたいなものも賃貸の方が先に始まっている部分がありますし、うん、あ、まあ、シェアみたいなのももちろんそうなんですけど、うん、そういう意味では賃貸って柔らかく考えられるし、うん、あのライフスタイルが、まあ、今もいろんなことが変わっていくところにあると思いますけど、うん、まあ、半歩先にどういうことが求められるかっていうのを、うん、あんまりこうなんていうんですかね、あの重く考えすぎずというか、資産運用とか、うん、あの40年ローン背負ってみたいな世界で考えないで、いい意味でプロダクトとして新しいものを作っていけるチャンスのある領域なんで、うん、建築に何ができるかっていう問いは僕はあんまり立てない方がいいと思ってますね、うん、はい、つまり建築にっていうのをあんまり主体として、あのなんていうのかな、視野として設定しすぎちゃうと、うん、そのハードウェアとしてっていうところにやっぱり寄りすぎてしまうので、うん、まあ、我々の東京R不動産は建築的な操作はしない立場なんですけど、うん、要するに流通変えることでできることもあるよねっていうか、うん、むしろ流通変える方が面白いことも生まれるかもしれないみたいなところも、うん、まあ、例えばあったわけですけど、うん、だからあのそこの発明がテーマだっていうのはすごい面白い、うん、でただそれをまあ、特に若い方というか特に学生なんかだと、うん、想像するの難しいはずなの で、ね、世の中の仕組みに触れている量ってどうしても制約があるとは思うので、うんうんうん、そういう意味ではなんか自分だけで考えないっていうのはいいんじゃないかとは思うんですよ。つまり大人巻き込むとか、はい、あの自分には分かんないことを知っている人を巻き込んでアイデアぶつけ合ったりとか、うんうん、で空間のこだわりとかですね、うん、あるそういうあの空間的な想像力っていうのをそこで捨て去るような提案に行っちゃったら、うん、これは面白くないんで、うん、それがちゃんと融合していくような世界を作るためには、うん、なんかあんまり一人で閉じこもってると、うん、今おっしゃったようなテーマに対して答えていききれないかもしれないですよね、うん、なるほど。特に20代ぐらいの人たちって、うんうん、あの関係性とかコミュニティとかそういったことに対しての、はい、やっぱりあの興味と意識がすごい強いと思うんで、うんうん、まあ、一つのなんていうのかな、気に留めるといいかなと思うのは、はい、あのオーナー目線ってやつなんですよね、うん、つまり住み手としてはこうあったらいいよねっていうことの仕掛けの想像力に関しては結構僕は、うん、よがりが出てくるだろうという期待が、うん、まあ、あると、うん、誰を主役にするかっていうことをちょっと幅広に考えた方がよくて、うん、住み手のよりいいこれからの生活像っていうところの視点だけではなくて、うん、そのオーナー側であったり、うん、関わる人であったりっていう人たちがみんなが主役化するようなことを、うん、っていう状態になると、うん、あの形なり仕組みが変わって、うんうん、おそらくそこには一つの、うん、まあ、未来の形があるだろうなというのは思いますね。それってまあ外側と内側と両側から見えるみたいな、そんなイメージですか、ね。まあ、両側から考えてみましょう。持続可能な社会っていうことをイメージしたときに賃貸住宅っていうものがどうやって役割を持てそうとお考えになるかだけ聞いてみたいなと思ったんですけど、まあ、SDGs っていう言葉自体はものすごい広いの で、 そうです、ね、あの別にエコな話だけじゃ、うん、ないわけで、まあ、本当にあらゆることをあの真っ当な社会に向けて必要な軸っていう設定なので、うんうん、まあ、広いわけですけど、うん、まあ、あの全体的なところから言うと、うん、やっぱり、まあ欲望のシフトみたいなものをどういうふうにしていけるかっていうことはやっぱりすごい、まあ、割といつも意識していて、はい、なんていうんですか、つまりそれは新たな
まあ、幸せというのか豊かさというのかのあり方を実感させるような発明ができるかっていうことですよね。つまりやっぱりあの欲望に反したべき論っていうのは広がらないっていうことがやっぱあるので、なんかそれ楽しいじゃんという、まあ、あるいは、まあ、それ得すると得さない、得しないっていう経済の問題とちょっと違うところのやっぱり、まあ、喜びっていうか、楽しいとか、そういうところの欲求の喚起をするようなことがどれだけ進められるかっていう、まあ、それは結構かっこいいとかおしゃれみたいなこともやっぱりその中には入っ、おそらく入ってもいるでしょうし、あのだからそこを分かりやすく、なんていうんですかね、難しく語りすぎないで、世の中に見せつけることができれば、やっぱり、変わっていくよね、自分がもう一度幸せって何っていう部分に立ち返って、それに対してどういったことが、どういったアプローチがあるかっていうところから考えた方がいい、それ絶対その方がいいじゃんって思わせるような何かっていうのが、要するに SDGs 軸に乗った話として、そういうふうに人がワクワクするようなものを伝えられるかどうか。そうですね、課題って思わない方がいいかもしれない。まあ課題の方がしっくりくるっていう場面もあると思うんですけど、まあでも結果的には課題解決っていうところだけで引っ張ろうとすると、あの特に建築家とかデザインを考えている人にとっては、あの論理というよりもやっぱりそのデザインの力みたいなことからすれば、やっぱりこういかにそれをワクワクさせられるか、同じコストとか同じだけの資源を使っているとしても、それがあの自分が関わったとか、自分がこうかちょっと考えたとか作ったとかっていうもの、あるいはまあ料理でもそうですけど、やっぱり自分がやるっていうことで愛着価値が回せば、まあ同じものでも幸せになる、楽しいよねっていうのも、まあその一つの形ですけど、まあ大東健拓さんっていうこともあって、もしかしたらリアルに自分のアイデアが実装されていくっていうところにもつながると思うんで、結構期待しますよね。リアルに一歩新しいスタンダードになるような気づきを、気づきとリアリティみたいなものを、すごい楽しみにしております。もうみんな本当表現うまいなと思ったりしますけどやっぱり輝きがある案って、あの思考が結構深いですよね。だから、なんとなくこうありそうな話っていうのと、ちょっと違う深さまで入って考えてるなっていうのは違うの、やっぱりそれはすごい明らかに感じたりすることがありますよね。だからそれが何なのかって本当に人それぞれというか、ケースバイケースだとは思うんですけど、要するに多くの、特にその、まあ、建築にしても不動産なり町なりみたいな領域も、思いっきり今まで後になってみりゃ間違ってたよねみたいなことも死ぬほどあるわけですよね、国が考えていたことも、いや問題だらけだったよねとか、あの町云々の話にしても、やっぱりそんなにこう人間って賢くないんで、30年後とか50年後に向けて正解ばっかりやってきたわけじゃなくて、だから今語られているようなべき論とか、あのあったらいいな論っていうのも、あんま一旦信じない方が、信じずに本当かって本当そこみたいに、やっぱり問いたくさん問うて、自分なりのこうなんていうんですかね、順当なものより反逆的な答えが、を探し求めるっていうものには魅力を感じるし、なんかそこリアリティに近づいてる感じはしますよね、そういうものの方は、林さんでは今日はいろいろお話を伺わせていただきありがとうございました。第10回目のコンペの審査会は申し上げた通り1年後ぐらいにはなるんですけれども、良い提案が集まるように私たちも頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。で、すみません、また、自治会ぐらいにですね、あの今度は大東建託株式会社代表取締役社長の小林克馬さんとお話をしていただきたいと思っておりますので、そちらもどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします、ありがとうございました。ありがとうございました。